皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は一重の方向けのアイメイクをレクチャーしていきます。ぜひ参考にしてください。それでは早速いきましょう。まず一番初めにアイシャドウを使っていきます。野口がいつも使用している RMK のザ・ベーシック・フォー・アイズ03番オータムナイトというこちらのカラーを使っていきます。一番初めにこちらの明るめのカラーを上下まぶたにのせていきます。一重の方っていうのは暖色系ピンクとかオレンジとか晴れぼったく見えるっていうので敬遠されてる方も結構多いと思うんですけど、こういう少量だったり薄付けのものをふんわりのせる程度だったら全然問題ない。そうしましたら真ん中のこのゴールドのカラーを塗っていきます。で、普通のアイシャドウだったらここがちょっとミディアムなブラウンとかになると思うんですけど、今回はまあミディアムブラウンっぽい意味合いでこのゴールドのカラーを真ん中のカラー中間色として使っていきます。この時のポイントっていうのはこのミディアムブラウンとか、まあ、今回はゴールドですけど、目を開けた時に見える部分まで塗ってほしいんですね。目を開けた時に見えるのってここじゃないですか。触ると分かりますよね。で、目を閉じてもらいます。でやると、あ、ここまで塗らないと逆に見えないなって分かりますよね。二重の人だったらここに一線塗れば色が見える方多いと思うんですけど、二重の方は少しまぶたがかぶさってるから、その見える位置っていうのが少し二重の方と違います。野口の場合はまぶたの真ん中ぐらいまで塗ると見えるなっていうことが分かるので、ここまでこのミディアムカラーをのせてあげます。そうすると色が出てくるので、色が出てくるとそのなんだろう、目の形もまた変わって見える。今このまぶたの形に沿ってのせたんですけど、少しこの中心が高くなるようにちょっと目を閉じてもらっていいかな。こんな感じでちょっと丘の形になるような感じで、ここが一番高くなるように、グラデーションを作ってます。そうすることで、目元がちょっと丸く見える、真ん中にポイントがくることで目が丸く見えます。一重の方って結構スーッと切れ長なまぶたの形の方が多くて、それを少し柔らかく見せたいっていう声が非常に多いので、こういう入れ方をすると色を入れるだけで色も見えるし、形もどんどん優しく見えていきます。はい、こんな感じでミディアムカラーを見えるところまで塗ったら、あとはそこにかけてブラウンカラーのグラデーションをかけていくように際からのせていきます。その時も、目をちょっと丸く優しく見せたいなっていう場合は、先ほどと同じようにちょっと軽く目を閉じてていただいて、この真ん中の部分が一番高くなるようにね、入れていきます。そうすると目が丸くね、優しく見えるので、色もしっかり出つつ、その目元がちょっと丸く優しく見えます。同じブラウンを目尻3分の1にも少し、ちょっと際の部分にも、そしてこのブラウンのカラーをこの上まぶたの端にちゃんとこうつながるようにのせると、ちょっと目がくっきりと大きく見えます。こんな感じでアイシャドウが完成したんですけれども、色目もしっかり出ながら目元の印象もグッと大きく優しくなったと思います。目を軽く閉じてもらって、この真ん中の部分、ここの真ん中の部分からちょっと左右に広げる程度、涙袋のところにも少しラメを使っていきたいと思います。せっかくなので、この黒目の下のところにちょっとラメを置くような感じ、黒目がより強調されるからちょっと黒目がちに見えたりとか、目元がちょっとうるっと見えたりします。そしたら、アイラインを引いていきます。野口は普段あんまアイライン引かないよね。引かない。一重の方ってアイラインを引いても結局見えないなって思われる方とか、こうまぶたにくるんってついちゃうという方多いと思うんですね。で、そういう方は無理して全体に引かなくっても目尻だけのアイラインでも十分効果があると思います。今回はこちらのグレーのリキッドアイライナーを使っていきます。目尻だけだからブラウンとかグレーとかナチュラルな色味の方が目尻だけ引いてても違和感があんまりないので、そういうカラーを選ぶことがおすすめです。目尻だけでも本当にナチュラルに目の形がこう目幅が出て目も大きく見えます。このくらい目尻だけなのに
グレーだからより自然に馴染んで綺麗なアイラインに見えます。はい、ありがとうございます。そうしましたら、マスカラとビューラーをしていきます。一重の方はそのまぶたが重なってくるから結構まつげが下向きに生えちゃってうまく上がらないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方におすすめなのが二重奥二重用のこうビューラーがあるんですけど、これは結構すごく使いやすい、そういうまぶたがちょっと重い方にも使いやすい。上げたらと同時にもう下がらないうちにこのキャンメイクのクイックラッシュカラー、これすごいカールキープ力があるので、上げたらもう下がらないうちにすぐ塗るすぐこの下地をとりあえず塗ればこのカールキープされるので、そんな感じでちょっと早技でやっていきたいと思います。上がったところからもすぐつけます。ウズのモテマスカラの7番こちらを使っていきます。まぶたがちょっと重くてまつげの際にかぶさってしまってる方も比較的こうムラなくスッとダマにならずに塗りやすいので、今回はこちらを使っていきます。前田さ、現場でさ、若い子、本当に高校生ぐらいの子、メイクしてた時にニキビがすごくてって言われて、私もすごいニキビできやすいからさ、わかるって思ってえ、ニキビめっちゃできるの超気持ちわかるって言ったの。でしたら、あの一緒に入ってたヘアさんが、いや年違いすぎだろって言われてできてる原因違うからとか言われて、めっちゃ悲しかった。アラサーとティーンは確かにニキビの原因違うよねって思って、辛い、そう、ちょっと辛かった。いやちょっと共感させてくださいよみたいなそこはって思った。辛い、うん、辛かった。まつげが揃ってるだけでアイラインの代わりみたいな感じで目元がくっきり見えたりとか、横顔が美しく見えます。今回はこのピーチパーティーというディオールのこのカラーを使っていきます。丸顔に見えてしまう方っていうのは頬の中心に丸く入れるとやっぱり丸顔に見えちゃうので、少しちょっと引き締めるようにこんな感じで横から引き締める感じで入れていくと結構自然に血色が入って引き締め効果も出ます。この RMK のスティックのハイライトをのせていきます。お顔の要所要所にこの光を集めることによってちょっと凹凸感のあるような顔に見えるので、目の下の部分とこの C ゾーンのこのハイライトの部分、ここはすごく横顔が綺麗に見えるので、ここの部分に少しと、あとは鼻筋のところ、鼻綺麗よね。そう、うん、なんかいつもだとメイクしてるかしてないか分かんないぐらいちょっと薄かったりとか、まぶたで隠れちゃったりしてるのがちゃんと出てて出てて、うん、すごくいい感じです。はい、よかったですはい、ということで皆さんの参考になればとっても嬉しいです。本日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。この動画がよかったらチャンネル登録と動画のシェア、インスタグラム、ツイッターノートもやっているのでフォローよろしくお願いいたします。最後におまけがあるのでぜひそこまで見ていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。野口は私を高校時代からずっとお友達なわけなんだけど、なんか高校時代の私の印象とかなんかそういうのあります？ありますか？おまけでね。おまけで。おまけで聞かせて。おっとりしてて、うん。
なんかちょっとゆるキャラみたいな感じの印象がすごく強くて、おっとりしてたね。おっとりしてた、うんうん、なんかいつもニコニコおっとりゆるゆるみたいなむせちゃった。今は変わりましたか何か、うん、なんかおっとりゆるゆるはあんまり変わんないんだけど、うん、なんかうちに来てずっとゆるい、全部がゆるいって言ってたもんね。そう、ゆるいのは変わらないんだけど、うん、なんかこう自分でやりたいことのがはっきりしてて、うん、なんかそれに向かってなんか一本頑張ってるっていうのがすごいなんか尊敬できる。ありがとうございます。いきます。いい締めだね。おお、いい感じにしまった。よかった。もう私はね、もう悔いはない。このままに悔いはないわ。よかった。どんなコメントが来てももうこれでもうよかったって今思ってます。よかった。今日はありがとうございます。出てもらって本当に。ありがとうございます。ではバイバーイ。